サナダユウキ、サナダユウキ、サナダヒロキ、1984年二月七日台は、大阪府生まれ、兵庫県高砂市出身の元プロ野球選手、投手、宇トウミニコーチ。現在は、読売ジャイアンツのスコアラーを務める。大阪府生まれ兵庫県高砂市育ち、高砂市立放電中学校から、兵庫県立姫路工業高等学校に進学後、三年時に、 AS で4番として、第73回選抜高等学校野球大会に出場。初戦の対日大三高戦では、近藤和樹から本塁打を放ったが敗退。夏は、兵庫大会決勝で、グエントラン北岸を擁する東洋大姫路高校に赤敗。その後、AAA アジア野球選手権日本代表に選出され、先発投手として高等した。高校時代は、 最速時速 146km、高校通算25本塁打を記録。2001年のドラフト会議で読売ジャイアンツから、寺原隼人の外れ一巡目で指名され入団。高卒ルーキーながら後半戦は一軍の先発ローテーションに定着し、6勝3敗の成績を残し優勝に貢献。ただ、東日本シリーズでは登板の機会はなかった。ドラフト導入後に、 高卒1年目で6勝以上を挙げたのは、球団史上、堀内つねお以来36年ぶりだった。は、プロ初関東なども記録したが先発としては制裁を書き、リリーフに回ったものの、右肩通で7月26日に登録抹消され、以降このシーズンの登板はなかった。以降も、1軍と2軍を往復している時期が長くなった。6月10日に、 鶴岡一世とのトレードで横浜ベイスターズへ移籍。背番号は57。2008年7月2日の対、広島東洋カープ戦で2年ぶりに勝利投手となる。同年オフに背番号を32変更。は、敗戦処理からセットアッパーまでこなして、自己最多となる68試合に登板して、防御率2.98、19ホールドと自己最高の成績を収めた。 8月1日の大東京ヤクルトスワローズ戦で史上29人目の一級勝利を挙げた。同年は8敗して防御率も前年より悪化したが、リリーフとして62試合に登板して16ホールドを記録した。は、主にビハインドの場面で53試合に登板した。オフにアーンテレムと代理人契約を結び、ポスティングシステムでのメジャー挑戦を表明。 12月7日に締め切られたが、入札球団はなかった。その後も、米球界への移籍を目指し、球団は本人の意思を尊重し、自由契約とする方針を取り、12月16日に自由契約公示された。だが公開トライアウト後も契約には至らなかった。3月19日に巨人と契約合意に至り、4年ぶりに復帰することになった。 年俸三千万プラス出来高払いで、背番号は二十九。五月九日に、古巣の横浜 DNA ベイスターズ戦に八回から、登板するが、打者四人に対し一アウトも取れずに四連続安打され、三失点で降板した。結局すぐに二軍落ちとなった。九月に、右足関節の手術を受け、この年一軍での登板は、この一試合のみに終わった。 シーズン終了後の11月4日に戦力外通告を受ける。1月23日、台湾、中華職業棒玉大連盟の兄弟エレファンツの入団テストを受け合格し、2月9日正式に契約した。同年7月、監督推薦で台湾救援メンバーに選出される。同年8月15日、CBBL 新記録となるシーズン27ホールドを、 達成した。史上最多となる32ホールドで中継を最優秀中継投手のタイトルを獲得した。中継部門での日本人選手の受賞は初。2013年11月29日にヤクルトへの入団が発表された。和12試合の登板で防御率7.71と不審だったこともあり、10月1日に球団から戦力外通告を受ける。 12月2日、自由契約公示された。2014年12月8日、2015年シーズンから PC リーグへ参入する福島ホープスへ選手権コーチとして加入したと発表された。2015年は投資コーチを兼任しながら、リリーフとして23試合に登板、2勝0敗防御率0.86という好成績を残した。 10月26日に自由契約となり、退団。同時に、福井ミラクルエレファンツに高知県任で入団することが、発表された。2016年はコーチを重点とし、前期の6試合の登板に止まった。2016年12月5日に引退を表明、7日に福井ミラクルエレファンツを退団した。引退後は、嘆き投手として読売ジャイアンツに5年ぶりに、 復帰することとなった。2018年1月1日付で打撃投手からスコアランスへの移動となった。犬好き、トイプードルである。大阪生まれ兵庫育ちということから、プロ入り当初は、阪神ファンですかと聞かれていたが、東京育ちで、巨人ファンの父親の影響もあり巨人ファンである。入団会見では、セールスポイントを聞かれ、溶接とか、と、 工業高校出身らしい回答をした。横浜に移籍した際、同時期に中日ドラゴンズから移籍した石祐也と共に TBS のバースデーでその様子を取り上げられた。2012年に巨人に復帰したが、4年前のトレード相手であった鶴岡も FA を行使し、同シーズンから古巣の DNA に復帰しており、 共に同じ年に元在籍球団へ復帰する形となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。